5月23日月曜日の朝7時20分ゴロロドアベニューのアシロチャーチ前に来てます。ここから今日は固定します。いつもの場所なんですけどね、固定します。どうかな、この前にいたおっさんがね、カメラをさっき撮りに来たんですよ。地面にね、置いてあったからね。あと、ジプニーから降りたばあさんがね、なんかもうちょいで蹴っ飛ばすところだったんですよね。ちょうどタクシーが来ちゃった。すごいジプニーが止まりました。今日は月曜日だから私もどっか行こうかな。コロン雪が来ましたね、13C。フリーライドって書いてないね。パーチーン。ここはパン屋さんの前でもあります。アッシロチャーチ、パン屋さんの前。パン屋さんの前。7時30分ですね。パン屋さんの時計では。私の時計では7時24分です、まだ。7時24分のゴロロドアベニューです。今日は月曜日だからなんか続々とジプニーとバスがどんどん来てますね。
ほら、すごい出てる。ビプリーが来てますよ。一人も今止まりましたから。で、次もまた来てますからね。すごいよね。やっつがバスですよ。続々来てますね、出勤者。またバスが来てます、17C か。次もまたジプニーが来てます。これは止まるかな。止まりますね。お腹すいたからちょっともうお家に帰りますね。道渡れるかな。マンゴージープが来ました。マンゴージープ、はい、アシロチャーチの裏入り口、アシロチャーチの裏入り口です。もう周りではね、ビルディング、コンドミアムがバンバンできちゃってね、周り中も囲まれちゃってんですよね、建物。じゃあ終わりますね。アシロチャーチから終わります。